調理中のトストーネとストーネは、未熟な調理用バナナをスライスし、油で二度揚げた料理である。スペイン語で、トーストするという意味のトースターという動詞に由来する。スライスされたバナナは、黄金色になるまで1から2分間両面を揚げて、余分な油分を切る。トステンラという道具で平らに伸ばし、その後、カリカリになり、茶色になるまで再び油で揚げる。 二度揚げしたトストーネに塩を振り、ポテトチップスのように食べる。地域によっては、モホというソースをつけて食べる。また、チーズの上に乗せて、前菜として食べるところもある。スーパーマーケットでは、揚げる前の状態で売られている。カリブ料理では、ほとんどの地域で、同様のものが見られ、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ニカラグア、ホンジュラス北部、ハイチ等の中央、 アメリカや南アメリカで食べられている。ハイチではバナンペゼと呼ばれ、ハイチの伝統的な料理であるグリオやパイクリズと共に食べられる。コロンビア、ベネズエラおよびエクアドルではパテコンズと呼ばれる。また、西アフリカでも同様のものが食べられている。バナナの代わりにパンの木がトストーネに使われることもある。作り方はほぼ同じであるが、パンの木は 外側の青い皮を剥く必要がある。ホンジュラスでは、現地の通貨レンピラの50セント硬貨を、トステンと呼んでいる。ありがとうございます。